松岡のお柱祭りは、兵庫県豊岡市日高町松岡で行われる祭り、バーヤキ祭りとも呼ばれる。1993年3月29日、日高町の無形民族文化財に指定された。松岡のお柱祭りは、毎年4月14日に開催され、竹と藁で作られた土台に、お柱松と呼ばれる老婆に見立てた藁人形を、くくりつけた松の柱を立て、火をつける。 この祭りは、宮城成地華王の妻、吉姫にまつわる伝承に基づく。1221年の上級の乱に伴って、田島国高屋へ配慮された、宮城成地華王を追った三代物吉姫が、この地で三家月出産した。老婆に高屋まで、あと何日かかるかと尋ねたところ、老婆は意地悪くまだ20日はかかると、実際よりも長い日数を答えた。 生きてたどり着くことができないと絶望した吉姫は、縁山川へ身を投げて死んでしまった。それ以来、毎年洪水が起きるようになったため、彼女の霊を沈めるために祭ったのが、祭りの始まりだと伝えられる。他の虫を燃やす祈願から生じた行事が、上級の乱と物語的に結びつけられたものであるという見方もある。1960年当時、旧国府村内の松岡、土井、 神里、不死城などでは4月14日に、東野神事が行われ、おとう、おとう祭りと呼ばれていた。1960年代までは、お柱松を燃やして、吉居を占う火祭りが、神里、土井、不死城、野野章、芝でも行われていたようであるが、馬場焼きと重ねられたことで、松岡にのみ残ったという見方もある。ありがとうございます。